さんこんにちは。今日はなんとですね、食べられるお花を買ってみました。噂には聞いたことあるんです。世の中にこう食せるお花があるということ。でもね、こんな綺麗で普通に見たことあるような、なんかこんなの見たことあるでしょ。こういうのが食べられるっていうのがどういう仕組み、誰がいつ決めたんやろね、この食べれるか食べれへんかのラインを。無農薬でやってて、でね、今虫とかがついてないように念入りに洗ってきました。お花はね、昔食料あったんです。私の家のね、マンションにすごいツツジの花がブワーって咲いてたんですよ。で、それでまあ、あの子供たちでね、遊んでる時に、私はもうマンション中の全ツツジをバーって摘み取って、んでこうね、ヘタというか取って、後ろからチュチュって吸うやつ、ツツジ吸い、あれにハマってね、もうマンション中のツツジを吸い尽くしたことがあるんです。めっちゃ怒られました。そういう時の気持ちを呼び起こす、この食せるお花いただきます。まずくはない。でも、サラダ、サラダになんかベビーリーフとか、なんかそういうサラダ系を食べてるところに、ちょっとしたこの香り、香りがめっちゃ花です。当たり前やけど、でも思ったより甘くないね。甘くはない。これどうやって食べるのが正解なんやろ。サラダ、サラダですね。花びらのね、食感はね、すごいふわふわです。はい、ほんでこの茎の部分が中にね、いろいろちっちゃい、なんかめしべやおしべや、ようわからんけど、それがシャキシャキなって、あの本当にサラダ感覚ですね。サラダ食べてるみたい。で、味ももう野菜の葉っぱ、もうほんまサラダ食べてる感じやけど、ずっとね、ほのかにこのお花の甘い香りがふわーっと漂ってます。だから普通のね、サラダよりかは華やかで、ちょっと甘みがあるって感じで、思ったより苦くないです。食べやすい。そう、口に入れた瞬間は甘みは来ないけど、噛んだらね、この花の甘みがします。ちょっとフルーティーな。花も食べれる時代になりましたか。マヨネーズ欲しいな、マヨネーズ。これちょっとお店の人からしたら、私の食べ方ギャーってなるかもしれないけど、ちょっと失礼。このね、花の中にこう蜜のように、このキューピーの蜜を入れました。安定のキューピーで、この中にね、紛れてるんですけど、実は証拠りもなく、この花をこうかき揚げのように飴でね、コーティングしてみました。今回は飴がうまくいきました。透明です、結晶化せずに。皆さんがコメントでね、混ぜたあかん混ぜたあかんって教えてくれたんで、混ぜずに作ったらめっちゃうまくいきました。飴包みいただきます。飴と花って感じ。結構作っちゃったよな。しかも飴をかけたことによって花の色がちょっと悪くなっちゃったり。本当にね、制作者側からしたら、私もうマジで最悪な消費者です。
合わんことはない。飴の甘さがこの花の蜜の甘さに錯覚してより美味しく感じられる。でも私はこっちの方が好き。お花にマヨネーズする時ある？うんうん、美味しい、たまらん。これわかった。ケーキとか、ケーキの上にこう飾ってそのままケーキと一緒にいただくとか、そういうのがおしゃれな食べ方なのね。私みたいなこのほら直マヨで食べるっていうようには作られてへんと思う。でもね、美味しい。まあ飴でコーティングしたところはちょっと記憶から消しておいてください。ということで、食べられるお花でした。食用花っていうんですかね。もうまあ、これでお腹いっぱいに満たそうだなんて誰一人思ってないと思うんで、本当にケーキの上に乗せるとか、ちょっとした料理の添え物にするとか、そういう感じでね、提供してくれてると思います。これネガティブキャンペーンになってたら申し訳ないんですけど、美味しいです、思ったより。あとマヨネーズがおすすめ。というわけで、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。